今回のテーマとしてはペンホルダーの裏面カットのポイントについて解説をしていきたいと思います。これを覚えていて損はないです。カットマンになるわけではないんですけど、どうしてもバックで打ち返すことができない、うまいこと返球することができない、でそういう時に一本カットで返球することができれば相手の打ちミスを誘うこともできますし、まあ、そこからラリーに復活していくことも可能になってくるんですよ。綺麗に打ち返すだけがやはり技術ではないですし、こういった泥臭い技術ですね、これを用いてもらうことによって大事な場面の1点であったり流れを変えるポイントに結びつけることも可能になりますので、ぜひとも最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。はい、2面カットを行う上で意識していただきたいポイントの1つ目としては、打点を落としてしっかりボールを引き込み体の左側に合わしに行くということです。まあ、あまり高いところとか速いタイミングを捉えたくないんですよね。まあ、いわゆる泥臭くボールをつなぐ技術なんで、まあ、しっかり打点は落としてもらった方がいいですね。落としてもらった方がボールのコントロールも効きやすくなりますし、相手からしても取りにくいボールを送り出すことができるんですよ。この技術においては強い回転をかけるとか回転の変化をつけるとか、そういった部分ではなく低く返すことが一番大事になってくるんで、その低く返すためにはどうすればいいのか、まあ、そこを徹底してあげましょう。普段はやはりカットをする戦型ではないんで、早いタイミングでカットマンのように強気に攻めていくことは難しいと思うんですよ。なのでまずは安定してボールを入れるようにするためにタイミングを落とす、そしてカットの場合は正面よりもやや左側に合わせた方がタイミングが取りやすいと感じております。これが一つ目のポイントですね。二つ目のポイントとしてはボールのやや左側を打球するということです。裏面の角度的にもあまりこう右側を取るよりも左側を取ってもらった方がボールをコントロールしやすいですし、低く抑えやすいと感じております。強く回転をかけるのであれば、まあ、ボールの右側内側を捉えて思い切って振り抜いてもらうのも、まあ、ありだと思うんですけど、それはまた別の技術になってくるんで、今回のテーマとしてはまずは低く安定して返すということ、そのためにはボールのやや左を取ってスイングしてもらう方が返すという点においてはすごいやりやすいと思っています。まあ、そのためにグリップですよね。グリップはまあ普段の裏面をするときのグリップで構わないです。親指を外してしまったりとか違うところに力が入ってしまうと角度って作りにくいと思うんで、まあ、普段の裏面を振る角度でカットをしようとすれば勝手にボールの左側を捉えてくれると思うので、あまりこうグリップを裏面を振るときと違うグリップにしないようにしていただきたいですね。3つ目のポイントとしては手先ではなく体をしっかり使ってボールを返球するということです。いわゆる左から右の動きですよね。まあ、バックドライブでもそうなんですけど、特にライトの距離を置けば置くほど小手先じゃなくてしっかり体で返すことが大事になります。普段攻撃マンでカットをするときって小手先でこうやってパンパンパンってカットをしてしまうことが多いと思うんですよ。ではなくってしんどい場面、苦しい場面でこそしっかり体を使ってカットで返球することによって自然に変化が出てくれるんですね。自分で変化を作るのって難しいんですけど、まあ、それこそ粘着ラバーであったり表ソフトを貼ってカットをするとカットが思った以上に切れていたりナックルになったりという変化で相手が打ち上げてくれる可能性もありますので、まあ、そういったボールを送るためにもちゃんと体を使うということを徹底しましょう。あまりにも小手先でやりすぎると回転はかかるかもしれないんですけど、バチッてボールが当たってしまって、まあ、飛び方が不安定になってしまう恐れがありますので、そこは注意していただきたいですね。次はこの技術を用いるタイミングについてご紹介をしていきたいと思います。まあ、2面カットすごい大事な技術なんですけど、まあ、いつ使えばいいのかわからないという方も結構いらっしゃると思います。でこれは表選手裏の選手共通していて、フォアに飛びつかされた後の展開ですよね。やっぱり台から下げられることってペンホルダー選手って多いと思うんですよ。やはりバックが穴やからバックを潰すためにフォア側に飛ばす、そしてバックに返されたボール、それは理想はちゃんとバックドライブを振れることが理想ではあるんですけど、やはり場面によっては無理な時があるんですよ。
え、無理してバックドライブを振ってボンミスするぐらいやったら、まあ、打点を落としてしっかりカットする。この展開でカットを用いてもらうと、相手からしてもすごい驚いたプレーになるし、それに対して本気で強打しに行ける人って少ないと思うんですよ。やはり繋いでくれるから、それを逆に入り込んで次ラインで逆襲していくといった展開することができれば、この技術を最大限活かすことができるかなと思います。次はこちらの技術を用いる上での注意点について解説をしていきたいと思います。で、その注意点というのは、強い回転を自分からかけに行かないことと、技術を行った後の次の展開をしっかり考えておくということです。まあ、その技術単品で点を取りに行くわけではないんで、やはり強いボールとか変化を自分で作りに行ってしまうと、逆にチャンスボールになったりボンミスにつながってしまう恐れがあるんです。この技術の一番大事な部分はミスをしないというところです。泥臭く返球して次の展開、そこに持っていく必要があるので、まずは丁寧に入れる、低く入れることを徹底する。そしてその後の展開ですね、まあ、自分がカットをしました、それによって相手が突き返してきたやったら、それをしっかり狙い撃つ、上げてきたやったらカウンターで狙い撃つ、そこまでをちゃんと意識してやってもらった方がいいですね。まあ、相手を見ながらの方がいいですね。相手も正直驚いてると思うんで、それに対してやってくることって人それぞれですし、そこをしっかり見た上で次の展開を持っていくことがすごい大事になってきます。まあ、判断と応用力が試されますよね。このカット単品で点が取れるのは本当にラッキーなんですよ。大事なのはそのカットから自分が逆襲して攻め返す、そこまでつなげることだと思いますので、そこはしっかり意識です。自分からまた攻め返してやるんやぞという意識を持ってこの技術をやってもらうことで、より2面カットの効力を発揮してくれますし、重要な場面でも得点につなげられる技術になるかなと思います。ぜひ一度お試しください。はい、今回お伝えさせていただいたこの裏面でのカットですね、石質ラバーを貼っている選手は特に覚えていただきたいなと思っています。その石質ラバーを有効活用すれば変化の出たボールが出てくれますし、特に表選手って台との距離を取ってしまった時に不利な展開になってしまうことが多いので、まあ、打ち返すだけじゃなくてこういった変化をつける技術を覚えてもらうと、まあ、戦い方の幅も広がると思いますので、まあ、活用していただければいいかなと思います。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。